僕は全体的に甘いものっていうのは、まあ、死に近づくと思うんですよ。砂糖まみれっていうのは本当にもう中毒性も高いし、体ボロボロにしますよって言ってます。ちょっともらってピッて飲んだんですけど、こんな甘いのよく飲めるなみたいな感じなんですよね。こんにちは、チョウです。今日の動画はですね、エナジードリンクを飲みすぎると死ぬぞーっていう動画を撮っていきたいと思います。エナジードリンク皆さん飲んでます？僕なんかね、筋トレをするのでジムとかでエナジードリンクグビグビグビっと飲んで筋トレを始めるマッチョの人を見たりします。どんなエナジードリンクが飲みすぎると死んでしまうのかっていうと、僕は全体的に甘いものっていうのは、まあ、死に近づくと思うんですよ。砂糖まみれっていうのは本当にもう中毒性も高いし、体ボロボロにしますよって言ってます。エナジードリンクって僕ほとんど飲んだことないんですよ。ちょっともらってピッて飲んだんですけど、こんな甘いのよく飲めるなみたいな感じなんですね。で、なぜかというと、僕甘いものもたまには取りますけど、普通には取らないんですよ。だから味覚が正常なんですね。で、これが砂糖まみれになってずっと甘いものとか飲んでると味覚が異常を起こして、それが普通になっちゃうんですよ。だからまずいものでもジャンクフードでも食べられるようになっちゃうんですね。それもやっぱり習慣なんですよ。だからこうデトックスをするとか断食をするっていうのはものすごく大切で、自分の味覚を正常にするとか感覚を正常に戻すってことが本当に大切かなと思ってます。話を戻すと、エナジードリンクってなんでこんなに流行ってるかっていうと、やはり企業戦略ですよね。企業戦略で、今の時期だと、まあ、クリスマスシーズンだから、サンタさんの色とかね、ああいうの決めたのってアメリカのでかいあの飲料メーカーじゃないですか。だからそういうこうイメージ戦略ですね、企業のね。エナジードリンクの中でも中毒性があるカフェインとかも入ってるわけですよ。カフェインって中毒性がすごい高いので、飲んでない時に、ああ飲みたいなとか、常時摂取してると体にカフェインの耐性が起きるんですね。で、カフェインに対して反応するので欲しくなっちゃうんですよ。カフェイン欲しい、カフェイン欲しいって。飲まないとイライラしたりとか、集中力が散漫になったりするんですね。で、これが依存症の始まりとは言われてます。で、この依存症が起きるってことは、麻薬と一緒なんですよ。で、ずっと飲んでる人がカフェインじゃあやめましょうって言った時に、今度は頭痛とかしだすんですよ。あとは極度の眠気に襲われたりとか、精神的に不安になってイライラしたりとか、集中力が低下して仕事に支障を与えたりとか、様々な症状が出るんですね。だからまたみんな飲み始めるわけですよ。あ、無理だみたいな感じで。で、 できればカフェインは軽く、僕もブラックコーヒーは飲むんですけど、そんな毎日何十本飲むかとかガバガバ飲むかってしてないんですね。だから適度だったらいいと思います。ただエナジードリンクを一気に何本も飲んで、それ毎日続けると心臓に異常をきたして不整脈を起こし、そして最悪のケースは死に至ることもあるっていうのは研究結果出てるんですね。ニュースとかでもたまにあります。ここは本当に気をつけてほしいですね。で、事例ではアメリカで16歳の男子がエナジードリンクの摂取が原因で死亡したっていうことがニュースで取り上げられてました。これはですね、何でもかんでもいいよっていうのを鵜呑みにしないで自分で調べるってことをしてみてください。で、張さんが言ってるのは本当かなってまず疑問を持って、で、自分なりに調べる、調べたものが腑に落ちたりしたら、それをやめるとか取らないってことを実行してください。美味しいから飲んじゃうっていうと体の健康を害します。なんで企業がそういう戦略するかとか、なんでそういうものが流行ってるのかっていうの、裏の意味をね、見るっていうのも大事です。で、自分で調べる、自分で調べまくって自分で納得してから飲む。病気になるのも本当自己責任です。で、こういうね、エナジードリンクの被害ってのは本当に出てるので、僕は皆さんに勧めるのはあまり取らない方がいいと思います。皆さんがじゃあエナジードリンクを飲む時ってどういう時かっていうと、眠気を抑えるために飲むとか、その眠気の背後にじゃあそもそもなんだと、単なる寝不足以外考えられないじゃないですか。じゃあそういう生活習慣をしっかり直せば、そういうがんになるかもしれないとか心筋梗塞にもなるかもしれないという恐怖のエナジードリンクを飲む必要ないじゃないですか。頻繁にファストフードを食べたりとか、コンビニエンスストアの食品を食べてる人は栄養が偏ってて絶えず力はないし集中力もないし、その代替案としてエナジードリンクを飲むわけでしょ。いくらエナジードリンクを飲んでも眠気を一瞬ね吹き飛ばしたとしても、それはあくまで対処療法なんで、でちょっと経ったらまたすぐ眠くなるんですよ。だからエナジードリンクを飲んでもうそれを繰り返していくと健康を保つことができなくなるってことを覚えておいてください。だから薬とかも対処療法じゃないですか。ずっと飲み続けなきゃいけない体って全然健康体じゃないでしょ。自分の免疫が正常だったら少しの悪いウイルスとかも撃退できるし、風邪だって門前払いできるわけですよ。だからそういうね、エナジードリンク中毒にならないためにも、まあ、普段の食生活を見直したりとか、運動習慣、1日、まあ、8時間を目指して寝て規則正しい生活習慣をしましょうってことです。
で、今日の動画をまとめると、エナジードリンクは本当にいっぱい飲むことはお勧めしません。で、その理由っていうのは中毒性があるので、それを飲むことによってエナジーが溢れ出るってことはまずまずないと思ってください。それよりも規則正しい生活をして、ジャンクフードって言われるカロリーと栄養が比例しないものじゃなくて、ちゃんと比例するものを食べて、そしてよく寝て運動も軽くするっていう生活習慣を取り戻してください。で、僕のね、概要欄に入ってる LINE、張さんのビジネス診断って書いてますけど、そこには健康情報とか、あとはこの世の中をね、たくましく生きるためには、心身ともに健康と、あと稼ぐ力っていうのが大切です。で、昔のね、買ってたっていう時っていうのは、狩りが強い男の人とか、そういう家庭っていうのは生き延びてたじゃないですか。獲物を取る能力っていうのが大切で、その今の世代っていうのは、稼ぐ力、ビジネスだったりとか、副業とか、仕事で稼ぐ力っていうのは本当に大切な、健康の一つのものだと思ってるので、稼ぐ力も身につけるために僕の LINE 覗いてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。